桜井は外国人生活保護の即時廃止を訴えております。しかしながらメディアはこういったですね、外国人問題については見ざる言わざる聞かざるです。このメディアの体質が変わらない限り、まともな選挙は行われません。大変残念な話です。もちろんですね、外国人問題、大変大きな問題です。クルド人の問題もあります。彼らについて断固として厳しい措置を取る。 それが桜井と皆さんのお約束です。というか、もう20年、この問題で戦ってきました。20年戦ってきて、桜井が一体何をしようとしているのか、それぐらいは皆さんにもわかるはずです。昨日今日、昨日今日ですね、立ち上がって、昨日今日ですね、皆さんにお約束をしてるわけじゃないんです。20年間、日本に危険な外国人は不要だと言ってます。日本の経済復興に外国人は不要なんです。30年前を思い出してください。 あのバブル絶頂期の頃に、皆さんどうですか外国人なんかいなかったはずです。ましてやね、30年前に、人手不足だ、人手不足だと言いながらも、我々はみんなですね、経済を回してたじゃないですか。それが今の自民党になって、突然ですね、この人手不足、そして経済不況がどんどん訪れてる。その不況から乗り切るためにも、桜井誠、都知事選の公約として、外国人生活保護の即時廃止、 もちろんそれ以外にもいろんな公約があります。東京都民の税金をゼロにすることです。えー、ということで今日はですね、えー、この番組をお借りいたしまして、えー、皆様に訴えかけさせていただきました。えー、誠にありがとうございました。東京都知事候補者日本第一党桜井誠さんの放送でした。